皆さんこんにちは、日々のパン代表の吉永舞子です。今日はこちら、じゃーん、めっちゃ美味しそう。ピングチェリーのドライとナッツ、しかもキャラメリゼされてます。この2種類、小島屋さんのものですが、使って美味しいパンをご紹介していきます。フライパンで焼く簡単なパンをご紹介しますので、ぜひ皆さんやってみてください。では材料のご紹介です。生地に使っていく強力粉、お砂糖、お塩です。で、仕込み水に牛乳とお水で、インスタントドライイーストが入ります。で、少しふんわり焼いていきたいので、バターで、今日の主役ドライチェリー、これアメリカンチェリーですね。食べたことありますよね、アメリカンチェリー。あれをドライにしたものと、キャラメリゼされた、今日はくるみとピーカンナッツが入っています。そしてクリームチーズ、これ合わせてパンにしていきます。では生地をこねていきます。まず仕込み水合わせていきます。これ牛乳です。そこにお水、これ慣れてきたら計量どん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 上から入れて大丈夫です。で、インスタントドライイーストを先に溶かしておきます。表面積の広いボウルに計量していただいて、表面に振り入れるように入れていただくと自然とふわっと溶けてきます。で、これ一応ね、3g、はい、こんな感じで置いておきます。で、溶かしてる間に、こちら大きなボウルの中に強力粉と、これお砂糖です。お砂糖、あ、すごいばらまきましたね。お砂糖とお塩入れていきます。これも慣れてきたら計量はどん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 上から入れてしまって大丈夫です。で、ぐるぐる混ぜておきます。パン作りするときに一つ気をつけたいのが、材料が均一に混ざっていることになります。なのでね、ここでお砂糖がどこかに固まってるとか、どこかにお砂糖があってお塩がとかってならないように、ぐるぐる混ぜておきます。そしたらこちら、こんな感じで表面が溶けてきました。でね、下に沈殿しているイーストもあるので、ゴムベラを入れてあげて、ちょっとゆさゆさっと揺すってあげて、で、一気に中にザーッと入れてしまいます。さあ、ゴムベラでぐるぐるいけるところまで混ぜてください。こんな感じでボウルの中でぐるぐるっとしてるだけで塊になってきます。この壁にくっついている粉も全部材料内なので、なるべくこの生地のまだ水っぽいところがあるはずなので、水っぽいところで触って掃除をしていきます。ゴムベラでは無理かなっていう状態に、ちょっと重たくなってきます。ここまで来たら手でこねていきます。ゴムベラにくっついた生地をきれいに取っていただいて、で、手でこねますが、必ず手はグーです。グーパンチでこの辺を使ってこねていきます。生地を半分に折って押し込む、半分に折って押し込む、半分に折ってグーパンチ、半分に折ってグーパンチで、右手はずっと同じ動きで、左手で少しボールを回転させてあげると、いろんな方向からこねられて生地が均一にこねられるので、慣れてきたらやってみてください。こんな感じでコロンと一塊になりました。そしたらここにバター入れていきます。これ今日は塩分の入っていない無塩バターを使っていますが、ほんのちょびっとなんですね、有塩バターでお塩が入っていても。なのでお家にあるバター、有塩でも無塩でも大丈夫です。これを握り込んでいきます。さっきはね、手のひら使わないでって言ったんですけど、今度は手のひらでギュッと握り込んで、生地の断面に油脂を入れていきます。ギュッ、ちょっと力いりますが、ここは頑張ってくださいね。今日は中にクリームチーズと、あとチェリーと、キャラメリゼされたナッツを入れていく、ちょっと贅沢なパンになるんですが、小島屋さんのチェリーも、表面に油とか、あとお砂糖でね、漬け込んだりしていなくて、本当にね、原材料名、買ってきたパッケージの裏見るとアメリカンチェリーとしか書いてなくてすごみたいな、それを本当にドライにしたもので、味がギュッと甘く凝縮されたものを使っていくので、楽しみにしててください。このぐらいまでいったらもう限界かなと思うので、またグーパンチに戻ります。グーパンチで2周ぐらい
してもらったらもう生地完成で OK です。ここまでいったら完成です。そしたらちょっと表面を、まあ、ピンと貼るというか1枚ねこうしてつなげてあげて、でこれを ボールから保存容器に移していきます。保存容器にはできればこうしてちょびっとだけ一滴ぐらいでいいんですけども、油、今日は、米油を使いましたが、まあ、サラダオイルとかちょっとオリーブオイルは香りがあるかなと思うんですけども、グレープシードオイルとかちょっと香りのない油を塗ってあげて、で手にねベトベトくっついていて、で生地も結構上に上がってくるので蓋についてもいいように蓋にも油を薄く塗ってあげて、ここに入れて、で蓋をして冷蔵庫に入れていきます。では成形をする前にチーズ玉を作ってしまいたいと思います。これを作っておくととっても楽なので、冷蔵庫に生地を入れている間にどこかのタイミングで作ってください。ラップを広げてもらって、ここに、このチェリーとナッツと、チーズを置いていくんですが、今日8等分にしたいのでチーズも8等分にしていきます。なんとなくでいいんですが、これ某社のチーズですけれども美味しいので使うんですけど、今日のパンにはちょっと重さが1個に1個では多すぎたので、ちょっとちぎって8等分って言ったね、8等分にしていきます。そしたらここに、このチェリーも8等分にしていきます。これねすごく大きくて存在感があるので、1つのパンに2粒も入れば美味しいって感じ、めちゃめちゃ存在感あります。ナッツです。このナッツが今日はねキャラメリゼって言って、表面に砂糖がかかって、要は砂糖がこう熱々のところにナッツを入れてカラカラカラといっていくんですけれども、甘いんですね。これがめちゃくちゃ美味しくて、やっぱりそのままのナッツよりも、まあ、当たり前だけど甘いんですね。でさらにカリカリしてるのでこの食感がたまらなくてですね、今日は贅沢パンですね。いっただけのくるみとか、いっただけのピーカンナッツではやっぱり出せないと思うんだな、この甘い感じとカリカリの感じ、めっちゃ美味しい。で、もう一枚上からよいしょ、伏せて、で、こうしてこうして上から、で、私は横着なのでびっくりしないでね、こうして寄せて、こうして冷蔵庫に入れて、で保存しています。そしたら広げた時にくっついてないから大丈夫、これが便利です。はい、これが、チーズ生です。ドライのチェリーと、キャラメリゼされたピーカンナッツとナッツのチーズ生ができたので、これを包んでいきたいと思います。ではパン生地でチーズ玉を包んでいきたいと思います。こちらが先ほどこねた生地で、こちらが一晩置いて8時間経った生地になります。ぷっくり膨らんでるのがお分かりいただけますでしょうか。膨らんでる方の生地を使って成形していきます。ではこちらの生地、少し打ち粉を振って、台に出していきます。この打ち粉は強力粉が入っています。もしこのケースなければ手で振っていただいても大丈夫ですが、これ一つあると便利です。で台にも振ります。これ私作業台なのでここに直接振ってしまってますが、一般のご家庭だったらまな板とか小さな板の上で作業すると掃除が楽ちんかなと思います。生地をポロンと出していただいて、よで、これを8等分していきます。半分にカットして、さらにこれを半分よいしょ、これで OK です。こっちが 上の面なので、最終的な出来上がりも上の面にしたいから、ちょっとひっくり返しますね。細かいですけど綺麗なパンを焼きたいので、ひっくり返して、で手で広げていきます。でここに作っておいたチーズ玉、これ冷たい方が作業はしやすいと思うので、冷蔵庫から出してきてすぐのものを使ってください。1個ここに、まあ、ど真ん中に置いていただいて、よいしょ、で対角線対角線で包んでいきます。ビュービュービュー、よいしょ、でしっかり閉じてください。くるくるくる
そしたら形整えて、この閉じ目は下になります。これを8と8回やっていきますね。生地を大きく伸ばしてもらって、この真ん中にチーズ玉を置きます。で、対角線、対角線、対角線で、つまんでまた対角線上に、よいしょ、生地を集めてきてもらって、よいしょ、で左手でちょっとね形整えながら右手でつまむ。で、表乾かしたらつるんで可愛いですね。はい、多少周りも膨らむので、ではこれで仕上げ発酵と焼成に移りたいと思います。では仕上げ発酵の仕方をご説明します。中にパン生地が入っていて蓋が閉まっています。よいしょ。点火して、でこのフライパンの中が温まるまで置きます。多分10秒15秒ぐらいで中温まってくると思うんですが、ちょっとこうね結露してきたりとか蓋を触ってもらうとちょっと温かいかなっていうところまで来たら火を止めます。ピッ。これで15分ぐらい、上からこれね透明の蓋で見やすいんですが、上から見た時に一回り大きくなったかなぐらいまで、パン生地が膨らんだら、仕上げ発酵は終わり。そこから片面10分ずつ焼いていきます。では一回り大きくなったので火をつけていきます。強火だとすぐに丸焦げになるので、ただ弱火だと弱すぎるので、弱火の強火中火と弱火の間ギリギリのところ、ちょっと強めの弱火でお願いします。で、片面10分焼いたらひっくり返して片面10分焼いていきます。で、焼く間はずっと蓋していてください。で、私のこの蓋は透明なので外から見やすいんですけど、見えない蓋をお使いの方は途中で蓋開けていただいて大丈夫なので、焦げないように何回も見てください。では10分経ったので一回火を切ってひっくり返していこうと思います。おー、膨らんで美味しそう。これをひっくり返します。何かひっくり返しやすいお箸、菜箸か、こういったフライ返し使ってください。よいしょ。ではこれで追加10分していきます。フライパンの中ちょっと熱くなっているので、もしかすると10分弱ぐらい、ちょっと短くても大丈夫かもしれないので、必ず目は離さないように見ていてください。では10分経ったので火を消して取り出したいと思います。もうね、すごいパンの焼けるいい香りがしていて、ちょっと真ん中心配。あー、ちょっと真ん中は焼き色強かったですね。こんな感じで完成です。美味しそう。ではちょっとこれ真ん中主役を見せたいので、ちょっと半分にカットしてみますね。本当に美味しいんですよね。よいしょ、こんな感じです。パカ、美味しそう。クリームチーズトロトロの中に、この贅沢にキャラメリゼされたナッツとこのチェリーが、もうこれめっちゃ美味しいです。チェリーは多分大人の人は赤ワインとか紅茶とか合わせるんじゃないかなっていう感じです。ぜひいろんな試し方していただきたいなと思います。日々のパン、今日はキャラメリゼナッツと、ドライチェリーを使ったフライパンパンご紹介しました。小島屋さんの美味しいものぜひ使って、楽しいパン作りしてください。皆様のご家庭の合言葉がパンが焼けたよになりますように。今日もありがとうございました。バイバイ。